はい、皆さんこんにちは。今日はレインボーパーティーのパーティーフードのご紹介をしたいと思います。はい、まずこちらがレインボーアイシングクッキーですね。こんな感じで適当に、すごい適当にやってるんだけども、結構乾くと可愛く仕上がるの で売り物ではないので、そんな細かく丁寧にはやってません。でこうやって名前をね、バースデーボーイとバースデーガールの名前を書いて、8歳と6歳の誕生日だったので年齢も書きました。はい、お次はレインボーマシュマロポップです。これはね、娘がほとんど作りました。マシュマロのね、3分の1ぐらいにチョコレートをつけて、でカラフルなスプリンクルをまぶすだけなので、とっても簡単です。子どもたちがね、大好きなのでたくさん作りました。でお次はラザニアです。これはね、クリスマス会の時にすごく好評 で今回はこうやってちょっとチンしたポテト、スライスポテトを間に挟みました。でこのラザニアシートは茹でないでいいインスタントのもので、すごいこれを作っておくと後焼くだけなので、結構パーティー料理にラザニアってすごい便利ですよね。でチーズも、何種類か乗せるとすごく美味しくなるので、今回はメキシカンミックスとモッツァレラチーズと、あと粉チーズを入れました。はい、で次はレインボードーナツなんだけど、これは揚げない、焼きドーナツですね。バターにお砂糖を入れて、でアイシングするんでお砂糖はすごく控えめ、なくてもいいぐらいなんだけど一応入れました。で卵に牛乳入れて、でこのね、激もちミックスっていうやつ、日本のホットケーキミックスなんだけど、このホットケーキミックスが一番美味しいと思うのでおすすめです。これを作るときは本当翌日とかその翌日とかも、すごくふわふわでもちもちですごく美味しく焼き上がるので、ぜひこれを使ってみてください。でこの生地を絞り袋に入れて、で焼き型に油を引いておきます。でそこに絞り出していきます。はい、でちょっと空気を抜いて180度のオーブンで15分から20分ぐらい焼いて、で冷ましてる間にアイシングを作るんだけど、まあこれ分量は本当適当で、粉砂糖に牛乳を少し入れて、で着色料を入れて色付けしておきます。でそれぞれ、絞り出し袋に入れます。たらこうお皿の上にこう虹色になるように絞り出して、あとはほんとペタペタペタと表面を軽くつけていくだけなんで、ほんと簡単だし子供もすごい楽しいので、ぜひ親子で作ってみてください。でこのつける位置によってね、柄も変わってすごいカラフルで可愛い仕上がりになるのでおすすめです。はい、こんな感じで3段トレイにスイーツは並べました。はい、お次はレインボーシュープリーズっていうサンドイッチですね。でこのレインボーパンは以前動画でも紹介したので、そちらから作り方を見てください。前日にパンを焼いておいて、でこんな感じでくり抜きます。でサンドイッチなので結構薄切りに切っていくんだけど、結構これがね難しいですね、よく切れる包丁でまっすぐ切る感じで、はい、こんな感じで、で切ったら収納しといて、とりあえず乾燥しないように袋に入れておきます。
で、その間に具材の用意をして、この日はツナサンド、卵サンド、ソーセージで、クリームチーズとブルーベリージャム、あとハムチーズ、ハムチーズとあとクリームチーズといちごジャムのバージョンも作りましたね。で、あのレインボーパンだけだとちょっと人数が多かったんで足りないと思ったので、普通の食パンでも追加で作りました。はい、こんな感じです。シュークリーズは大人気で、あっという間になくなりました。で、最後サプライズがこう食べた後に虹のね柄が出るように作ったんです。はい、そして次はレインボーバースデーケーキですね。スポンジは前日に焼いておいて、で、あのこの中身生クリームとフルーツをサンドして、ここまであのまあこうラッペして、でここまでを前日に作っとくんですよね。そうすると当日すごく楽で、こっからが当日の作業なんだけど、そう、あのレインボーフルーツでレインボーを表現して、で周りの生クリームもレインボー生クリームにしました。はい、こんな感じですごく美味しかったですよ、これも。で、あのこれはレインボーフルーツヨーグルトなんだけど、さっきのケーキのフルーツが結構余るので、まあヨーグルトとあえて作った、まあ、簡単メニューですね。で、こちらが、なんだっけな、グリーバッグの中身に入れたスナックなんだけど、アイスクリームのコーンのカップの中にマーブルチョコレートとマシュマロを入れて、で上にこのなんていうの、このアメリカではすごい人気のスナックですよね、溶かしたマシュマロにライスクリスピーとかを入れて、こう今回はこのレインボーシリアルとかも入れたんだけど、でちょっとこう固まるんですよね。かわいい。中にチョコとマシュマロが入ってて、サプライズって感じ。これをグリーバッグに入れます。はい、そして揚げ物はゆかりちゃんが担当してくれました。これコロッケ屋さんが出張で来てくれました。出張です。ひたすら丸めて揚げ続けます。今日はあの揚げ物の担当のケイトのママです。そしてかわいいミユちゃんです。このかわいい子たちのために油まみれになるからね。ギトギトだよ。さあ、美味しいのでしょうか。いや、間違いなく美味しいから。じゃあ楽しみだね、うん、ゆかりちゃんの唐揚げとか、うん、前さケイトのフレンチフライもあんの、だから揚げ物祭りなの。前さケイトの家でさ、お泊まり会した時さ、唐揚げ味見したからさ、もう味わかる。どうだった？美味しかった。ママのとどっちが美味しい？いや、言わせてる言いにくい。賢い子だ。おい、ほら。いや、ママの美味しいよね、めっちゃ本当。あのね、唐揚げにさ、あのなんだっけ、白い粉、うん、そう、片栗粉でやるんだよね、うち。そしたらめっちゃカリ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 になる。私今日ね、ダブルでやろうと思ってるよ。うん、ナシチュンペンはワルンクチルからオーダーしました。インドネシアのパーティーメニューですね。はい、こんな感じですごい華やかなパーティー料理になりました。皆さんの参考になれたら嬉しいです。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくね。